八条城は、兵庫県丹波篠山市にあった中世、室町時代から、戦国時代にかけて、丹波国の国人である旗の市が本拠とした、日本の城、国の史跡に指定されている、別名は八条、高城、篠山盆地のほぼ中央南部寄りの高城山及び、西隣の方、三寺山に位置し、山陰街道が、東西に通過する八条を見下ろす。 本城と市城が城下を挟み配置される中世、山城の典型的特徴を伝えており、貴重である。全体的に大規模な移行だが、食法器の改修は、主格愛を中心とした中枢部に限定されており、オビクるは2、3は、規格性に乏しく、古い中世移行を継承している。岩見の人ともされる、畑の秀長が、応仁の乱にて先行を挙げて、永城年間に、 滝郡軍,軍隊に就任した際、滝郡朝屋さんに築城して、居城としたことから八城城の歴史が始まる。15世紀後半に工場山南西尾根先端部に奥谷城を築き、城下町を奥谷に置く。16世紀前半には、高城山町に八城城を本城として築く。秀長の子、旗の種道は、拠点の八城城から滝郡内の豪族討伐を開始する。当時、 細川資料家の内紛が起きており、高国派だった旗の氏は、反勢力の住本派の堺氏、長沢氏らの豪族と対立した。そして、堺氏を、堺合戦で、長沢氏を、福徳木寺の合戦で撃退し、屈服させた。その後、堺氏、長沢氏らは重心に寄与され、堺豊卿は、主君の旗の元秀の書状の発給を行い、活躍した。は 工事三年に一度、松永久秀によって城を奪われたものの、永六九年に、修士が奪還。市場の宝密寺城は、高層に先立ち八条城をび、城下の防衛力増強の目的で築城されたものである。その後、城下は、中心部を奥谷から街道沿いにあった八条に移した。天正三年に、織田信長の命を受けた、明智光秀による攻略が開始され、 毛利氏や赤石氏の支援があった者の,の兵糧攻めにより、木内は困窮した。修士、秀直らが安土城下で処刑されると、弟の修行は、居城の王子城に火を放ち、残兵を集め自らが総大将となって2ヶ月間、八条城,城で、明智軍の猛攻に耐えた。8月に修行がち死にすると、天正7年に落城。旗の氏は滅亡した。この合戦で、 明智光秀の母が張り付けになった城としても知られるが、史実ではないことが明らかとなっている。この母親が張り付けになったとされる逸話は、創建記や柏崎物語に記載されているが、光秀の調略による、旗の兄弟の友好に関する記録を恣意的に解釈したものである。八丈城の落城は確実であったわけであるから、光秀としても、 あえて母親を人質とする必要に迫られることはなかったのである。事実とは、ほど遠い創作で信じるに足りない。また、井上康氏の戦国部来の後半は、この落城寺を舞台としている。旗野氏が滅亡した後、明智光忠が城代として入城している。慶長7年、前田重勝が八条五万国を領して入城する。慶長13年に重勝が改役され、 入宝した松平康重が、篠山城を築城したため八条城は廃城となった。廃城になるまで数多くの牢城戦が繰り返された。昭和50年の高城山の空中写真杯月が、竹から遠望する八条城を岡だまるぐるはと八、上城,城あと石碑八条城は、慶長14年に廃城になるが、古風な中世式の遺構が残る、典型的な山城である。 大阪歴史学会による保存運動が行われ、2005年3月2日、兵庫県下では41件目の国の史跡に指定されたが、その指定理由として、中世の山城であるにもかかわらず、数多くの遺構が王子のままに残っている点が評価された。戦国時代の典型安土城である八城城と、近世城閣で典型的な平城である篠山城とが共に、 丹波篠山市内の近い場所にあるという点も特筆される。山全体が要塞化しており、東西に長く、北西は最も険しく、南は細い尾根が続いており、攻めにくく守りやすい、連続型車がある。兵庫県丹波篠山市八条城。ありがとうございます。